オリーブオイル4、5滴。怖くなってきた。混ぜてますよ。やばっ。やっほー、マナティーです。今日は商品レビューをしたいと思います。今日私が商品レビューするものはこちら、こちらの雪塩ラボのミネラルソルトホームスパというもので、宮古島のものなんですけど、なんでまずね私がこう日本の商品を持ってるかって言ったら、実はねこれね去年の5月に日本に帰った時に妹が宮古島のお土産で買ってきてくれたやつなんです。それをね1年以上も持ったまま使ってないんです。っていうのもね、もうね、すごいいいもんやっていうもんやから、この裏の使用方法を見たらね、この一袋をもう浴槽に入れて使うってもう一回きりのやつだったから、あまりにももったいなくてもったいなくて、もう使えずにいたら一年以上も経ってしまったんですよね。だからね、今回ちょっとこれ商品レビューしながら使っていきたいと思います。宮古島のお土産です。すごい良さそうですよね。なんかね、ここに書いてるのは、本製品は海水の成分をほとんどそのまま残した海の粉末、宮古島の雪塩の粒子をさらに細かくした特別な雪塩を使用しています。バスソルトにマッサージクリームにヘアケアに、雪塩の持つ自然の力で美しく健やかな街、美しく健やかな毎日を応援します。だそうです。やっぱね、この、バスソルトに使うのはもうあまりにももったいなく思ったので、今日はね顔のマッサージのやつでちょっとね使っていきたいと思います。裏にここにねいろいろ作り方、そのマッサージのクリームの作り方が書いてあるんですけど、この基本のレシピはカップにミネラルホームスパ1袋入れて水を入れるっていうやつと、しっとりもちもちレシピってやつはこのミネラルホームスパ1袋にオリーブオイルと卵白をメレンゲ状に泡立てて蜂蜜大さじ1を入れてクリーム状になるまでよく混ぜます。で、つややかつるるんレシピっていうやつはカップにミネラルホールスマス、もう噛んでばっかりや。ミネラルホームスパ1袋と水大さじ3とオリーブオイル 4,5 滴を入れクリーム状になるまでよく混ぜます。今回ね、まあ私がやるのは、この蜂蜜入れたりメレンゲしたりするのもあまりにもめんどくさいし、もう一個でも間違えて、この大事な大事な一袋をダメにしてしまったら元も子もないので、一番最後のつややかつるるんレシピの一袋に水大さじ3とオリーブオイル 4,5 滴を入れてクリーム状になるまで混ぜるっていうやつをやってみたいと思います。で、ここねちょっと注意書きみたいなのがあるんですけど、強くこすると皮膚に傷がつき痛みの原因になります。円を描くように優しくマッサージしてください。パックをすると水分を吸い出し乾燥肌の原因になる可能性があります。マッサージ後は速やかに洗い流してくださいということです。はい、ということで早速ここにねカップと混ぜる用のスプーン、オリーブオイル 4,5 滴がどんだけか分かんなかったんで、ちょっとこれこれぐらいと水大さじ3、垂れてもった用意してます。今から混ぜてこのマッサージするマッサージクリームを作っていこうと思います。はい、それでは今からこれでマッサージクリームを作っていこうと思います。今蓋を開けたんですけど、見えますか、片栗粉のような感じです。無臭です。これを一袋、ちょっと分かりやすいように透明のカップにしました。一袋入れて、もったいないもったいないからもう全部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 入れて、怖いな、大さじ3のお水を入れて、おー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 、もうほんとこんな感じ。はい、ここにオリーブオイル 4,5 滴、オリーブオイルの 4,5 滴がどんなもんかわかんない。じゃあこれを混ぜます。クリーム状になるまで混ぜるらしいです。これほんまにクリーム状になるのかな、水入れすぎたとか言わんとってや、怖いわ。
ほんまにこれクリーム状になるんかな。大丈夫かい。お願いしますよ、ゆきしおさん。なんかね、私と妹ってね、2歳離れてるんですけどね、すごい性格が真反対みたいな感じで、私は文系、妹は理数系っていう感じで、服のね、好みも全然ちゃうんですけど、私はね、結構ガラガラが好きで、安いものが好きなんですけど、私の妹はね、なんだろう、高くても質にこだわる、なんて言ったらいいんでしょうね。なんか無地の T シャツに、なんか平気で1万円以上かけたりするんですよね。なんか、うん、そんな感じなんです。だからこういうね、お土産とかもすごいね、高いものとか買ってきてくれたりするんですよ。それでね、今回ももったいなくて、もったいなくて1年以上も使ってなかったんです、これ。固まんのか、これ。固まるもんなん？これ固まらへんもんなんかな？怖くなってきた。水ちょっとずつ入れた方が良かったんかな？でも大さじ3って書いてるもんな。怖いな。大さじ3やんな。もう一回ちょっと待って、ね。よかった。大さじ3や。小さじ3やったら、ああ、どうしようかと思ったけど。クリーム状になるんかいな。クリーム状全然なってない。もしかしてなんかミキサーみたいなんでゴーって混ぜなあかんのかな？あ、めっちゃ飛んだで。飽きてきた。飽きてきた、飽きてきたぞ。シャバシャバ。シャバシャバ。あ、よく混ぜますって書いてるからな。よく混ぜなあかんよな。よく混ぜなあかんけど、もうなんか、4分ぐらい混ぜてんねんけど。あ、でも、どう？あ、いや、まだか。うん。混ぜてますよ。どうしよう。もう粉残ってないしな。これ以上、水ちょっとずつ入れた方が良かったかも。ゲー。もうちょっと待ってや。バスソルトに、あしゃバスソルトにした方が良かったんちゃうこれ。こんなん全然クリームになってへんから顔にとどまらへんやんな。うん、匂いはあれやな。無味食べてへんからあれ。無臭や。無臭だ。これ、ね、固まる？固まるんですか？なんか食べ物に見えてきたな。そのままなんか飲んじゃいそう。もしかしてマジでこれ泡立て器とかで混ぜなあかんのかなって思ったけど、でもここのな、ここのほら説明にもなんかよく混ぜるって書いてるけど、マドラーみたいなやつ絵に書いてるから、そんななんかちゃんとした本気の泡立て器で混ぜなあかんとか、多分そんなことないと思うねんけどな。これちょっと待って、マジでめっちゃ焦ってきた。マジでこれメレンゲチョコって入れた方がええんちゃう？これやばいやん。クリーム状ってどんなん？クリーム状ってもっと硬いもんなんじゃないの？めっちゃシャバシャバしてるでほら。このスプーンがあかんかった？反対で混ぜた方がいいかな。実は、トータルでね、8分ちょっとぐらい混ぜたんですけど、やっぱりずっとシャバシャバなままで全然クリーム状にならないので、もうちょっとシャバシャバのままでももうしょうがないから、ちょっともう
マッサージしてみようかなと思います。私もお風呂上がりでね、もう肌今カピカピで何もしてない状態だから、ちょっと早く試したいです。これ、この雪塩はね、私がほら1年以上も使わずに置いてったからこうなってしまったのか、私のこう混ぜ方、こう木のスプーンみたいなので混ぜてたじゃないですか、あれが悪かったのか、何か悪、この容器が広すぎてあれかな、やっぱり8分ではクリーム状にならんぞっていうことなのか、ちょっとよくわかんないですけど、クリーム状に全然な、まあ全然、あ、見えへんか、あ、こが全然ってことはない、あれ若干でも下の方は、あ、でも下の方あれか、塩が溜まってるだ、溜まってるからちょっとクリーム状に見えてるだけかな、なんでやろう、私が悪かったんかな。もし雪塩ラボの方が見てらっしゃったら、私の何が悪かったのか教えてくれたら嬉しいです。で、あまりにもシャバシャバだったんでね、今ちょっと洗面所に移動して、もう滴れてもいいようにこのシンクに移動してきました。ちょっとやろうと思います。私ね、こう見ての通りこうドキンガンなんでね、今からメガネ外すから裸眼でやるので、もう全く見えない状態でやるんですけど、ちょっとマッサージしてみます。円を描くようにね。はい、あ、もうシャバシャバ、もう全然シャバシャバ、あ、垂れてもまたこのカップに戻るようにめっちゃ貧乏症、汚い、あ、あかん、そんな、あ、あんまこすらんようにとか言ったな、円を描くように、あ、今口に入ったけど塩や、めっちゃ塩、あ、なんか顔がピリピリする感じ、あ、めっちゃ塩、ラバ塩辛、うん、辛い、うん、もう焼けん方がいいかな、やばい、口に、あ、辛っ、あ、塩辛っ、お、わ、こんな濃い塩久しぶりに口、やばい、めっちゃ唾出てくる、ちょっとやばい、ちょっと待って、この、あ、このソース、この消費レベルの方がちょっと弱いかも。うん。育種を、ルホさんに怒られるかも、こんな動画見られたら。うん。うん、辛い。うん、辛い。いやー、もうこれ、あれやな。バスソルトで取ればよかった、最初。バスソルトやったら、なんか、裸なんか映されへんから、無理やなと思ってマッサージにしたんですけど、こんなんやったら、あれや、あ、ビキニ着て、やったらよかったかも。あ、ちょっと、顔が、ピリピリしてきた。これ、あ、もう洗い流そう、怖い。洗い流す、怖い怖い怖い。ちょっと、怖いわ。やばい、あ、あ、口なんか、あれ、でもあれやな、なんかちょっと使ってた手がこうぬめぬめしっとりしてる気はするな、お、お、肌どんな感じ、肌なんか、あ、なんかちょっといい感じかも、水弾いてる、なんかすごい水分を弾いてる感じがする、見えるかな、この鏡越しで、え、いいんか悪いんか、すっごい、でもね、さっぱりする、あ、おお、感じやで、お、あ、いい感じ、いい感じ、うん、つややかつるるレシピ、ほんとほんと、あ、つるるんってしてる、いや、ちょっと最初私このマッサージもクリーム状にもなってないけど、マッサージクリーム塗った瞬間ちょっ
と肌ピリピリして、あと口にこの塩が入ってきて、やっぱりねすごい塩辛くて、もうそれにすごいびっくりしちゃったけど、でも仕上がり本当にこうあんまり触らない方がいいかな、あのツルツルツヤツヤな感じがします。あ、いいやん、こんだけ余ってるので、やっぱり全然クリーム状にはなってないですね。あ、ごめんなさい、こっち鏡越しだか、こっちか、全くなんかサラサラというか、うん、まあしばらく持ちそうなんで使います、この塩味に耐えながら。なんかいいのか悪いのかわからないレビューになっちゃったな。はい、ちょっとね最初はねピリピリして びっくりしちゃいましたけど、いや、やった後すごいね肌いいと思います。宮古島のお土産、ゆきしおラボさんのミネラルソルトホームスパの商品レビューをしました。ちょっとね、ゆきしおラボさん、もし私の作り方が間違えてて、すごいねレビューが悪いレビューにしてたら本当申し訳ないんですけど、でもねこう使った時はすごいね本当にツルツルになってるからいいと思います。どうしよう、この残りお風呂を入れてみようかな。あ、でもちょっと見てください、このやっぱりさっきも言ったけど、そこ見えてる、こうそこに残ってるやつ、ちょっとクリーム状みたいな感じには見えてるかな。はい、ということで、少しでも面白いなと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネルボタン、もうめっちゃハモはどうしよう少しでも面白いと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。オーストラリアからマナティでした。バイバーイ。